今シーズンの AFL ウォッチャーは5分でわかる今週の AFL をモットーに短い時間で凝縮された情報をお届けしています。通常はこれスタジオなんですけど、ヨシが今日はリモートですね。すいません、そうですね、今回はリモートで、はい、お願いします。はい、毎週火曜日にアップされますので、チャンネル登録の方ぜひお願いします。今週はジャイアンツがカンガルーズに勝って嬉しい週になったんですけど、はい、出てる27番ヒンメルバーグは監督が変わってフォワードから不本意ながらバックスに移ったんですけども、はい、そのバックラインで大活躍、37ディスポーザルと16マークがキャリアハイを叩き出しました。そうですね、自分もそのヒンメルバーグが下がったことは知らなかったんですけども、うん、すごくバックラインで活躍してるのは見てました。はい、見ててください。試合結果を見ていきましょう。リッチモンタイガースが77対65でポートアデレードパワーを下した試合なんですけれども、うん、ポートアデレードパワーコメントで取り上げてくださいっていう声を何回かいただいてたので今日取り上げます。ハイライト動画こちらご覧ください、はい、これが20番のロジー選手のハイライトなんですけれども、うん、下の方右側からスルスルっと上がってくるこのプレイヤーですね。1人、2人、3人かわして、はい、最後タックル受けつつもゴールを決めた。すごいかわし方だったね、これ。いや、すごいですね。この時間も5分しかないので、足もヘトヘトだと思うんですけども、うん、いや、やっぱパワーズってヤングプレイヤーたちのスキルがすごいですね。そうだね。若さでどん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 素早くボール展開をしている、ポーターデレードパワーの20番、ロジー選手をご紹介しました。はい、そして続いての動画になるんですけれども、ブリスベンライオンズが78対57でセントキルド・セインツを下した試合、ホームのガバスタジアムでブリスベンライオンズの意地を見せて、第4クォーター最後はね、突き放して一気に点差を広げた試合になります。動画こちらご覧ください。はい、これマッケンジー選手のマーク、セントキルド・セインツのマークなんですけれども、これマークかと、これ落ちてるよね。そうですね、こっちのアングルからだ落ちてるんですけど、向こうのアンパイから見るとマークになってしまいましたね。で、審判はこれマークを成立を宣言して、この5番のライオンズのミッチ・ロビンソンの顔表情を見てください。口に手を当ててまさかのこの感じ。いやー、これミッチ・ロビンソンも結構ね、喋ることが多いんですけども、うん、口で押さえてましたね。ギリギリセーフです。口で押さえてなるべくね抗議しないように、でもアクションとしてはちょっと抗議をしてるよね、まさかっていう。そうですね、もう驚いたということでギリギリセーフじゃないですかね。そうか、これはでも今シーズン厳しくなってる中、ファールを取られてないので、口に手を当てるアクションはもしかしたら流行るかもしれない。はい、で続いての動画も同じライオンズの試合なんですけれども、今度はマーク、うまくマークが入った動画ご覧ください。フルフォワードの3番、ジョー・ダナハー選手のマークなんですけれども、ライオンズがこれターンオーバーした後、ゾーコーが蹴って、次がジョー・ダナハーが出てきます。201センチの高身長ながら、今回のマークは高さじゃなくてタイミングかな、これ。すごいですね、やっぱそのジョーは背が高いんですけども、うん、まあ、体が細いので、ちゃんとね、うん、空中でバランス取って、スペース使って作ってましたね。相手ディフェンスより先に飛んでおいて、後から入ってくるディフェンスを抑えるような形になりました。先、早めにタイミング飛んで、このバランス感覚、なんか後ろ倒れながらもね、キャッチできたのが素晴らしいマークだったと思います。うん、そして課題のセットショットだね。セットショットの精度が低いと言われて、もう何年も経つんですが、これは左利き、難しい角度からうまく入れたと。はい、いや、やっぱブレスペンは最後のクォーター強いですね、エネルギーを温存してる感じがしてたので。そうだよね、ライオンズ、調子が上がってきてます、うん、ラダーの方を見ていきましょう、そのライオンズがなんと首位に立ってます、メルボルンデーモンズが負けてしまって3連敗したので、一気に勢いが落ちて、この勝ち点40で1位、2位、3位のクラブが並んでいると。いや、楽しいですね、CEO もすごく喜ぶんじゃないですか、うん、こういう、ね、争い方のトップ8見ると上位がね、もう接戦になってます、うん、そして来週の予定なんですけれども、来週は最後のバイウィークになります。6クラブがお休みなんですが、先ほど紹介した1位、2位、3位のクラブは揃ってお休み、そして今4位にいるカールトンブルーズがこれ勝てば勝ち点40で4クラブが並ぶという展開になります、うん、注目の試合は6月16日木曜日のリッチモンドタイガースとカールトンブルーズ。これなんとなくみんなブルーズ応援して、なんか上位が面白いなと思ってますが、皆さんも
何か取り上げてほしい、応援してるクラブがあれば、ぜひコメント欄の方にコメントをお願いします。できたらキャッツ以外でお願いしたいんだけど、はい、よしは今週末キャッツがお休みだったということで、週末どうだった？つまらなかったかな？気合が入んなかったか？そうですね、ちょっと気合が入んなかったですね。ゴールドコーストサンズもなかったので、まあ、ちょっとリラックスしながら全試合ちょっとゆっくりと見てました。ゆっくりと。で、またこれからキャッツの試合が始まってくるので、楽しみですね。はい、楽しみですね。はい、来週もぜひご覧ください。